ドラゴニア帝国の輩に風の谷の住民が連れ去られた。長老を人質に住民たちは強制労働させられてるみたいだ。リーコはドラゴニア帝国のアジトに侵入。四天王のケルベスク将軍を倒し、風の谷の住民たちを救った。これはドンくさい救世主リーコが世界を救う物語である。都に行くんだ。お、リーコ、よくやった。お前にパラライズの術を教えよう。パラライズ？これは、魔物を麻痺させる力じゃ。人間に使うと眠ってしまう。次の町で役に立つじゃろう。パラライズを取得したぜ。私は新たな町へ到着したよ。ここは、水の都ポートア。サブレ山の雪解け水で潤う町なの。ここがポートアなんだね。女王様のお力を恐れて、ドラゴニアはこの町に攻めてこないらしいぜ。南の草原の奥にある湖から女の子が来たよ。その子なら貸し船屋のところへ行ったな。次は今話に出てきた女の子がいるところに行かなきゃいけないのかな？滝の方へ行った人たちがみんな帰ってこないの。化け物がいるって話よ。そういえば、赤鼻っていうがめついおっさんも滝へ行ったきり戻ってこないわね。滝にも行かなきゃいけないのかな？北の方へ行くと後ろに続く道があったよ。おそらく真ん中の部屋が王様の部屋だと思うから、両端の部屋から先に行こう。まずは左の部屋から。私はここで定義作法を教えております。この人は教育係の人なんだろうね。女王様は真ん中のお部屋においでだ。やっぱりね。我々は女王様のためならどんなことでもするよ。このお部屋は家来の部屋だったね。続きまして、右側のお部屋に行くよ。女王様は聡明でとてもお優しい方なの。怖い人じゃなくてよかった。ちょっと邪魔すんじゃないよ。女王様にお出しする料理のメニューを考えてんだから。すみません。女王様は時々部屋からいなくなるの。誰にも気づかれずにどうやって出ていかれるのかしら。女王様は脱走癖がある人なんだね。女王様にご無礼なきように。さあ、いよいよ女王様にお会いするよ。わらわがポートアの女王なるぞえ。そなたかえ。サブレ山を越えてきたという伝説の戦士は、ここは平和すぎてわらわは退屈じゃ。わらわの話し相手になっておくれ。町の様子はどうじゃ。ポートアの美しさはわらわの誇りじゃ。好きなだけいるがいいぞえ。こら、女王様のお部屋でうろうろするな。失礼しました。お城を巡ったし、次はどこに行こうかな。そういえば、こちら側は来てなかった。この町の占い師はとてもよく当たるぞ。よく休むってのが、たまに傷だけど。占い師？私も占ってもらおうかな。私は町の占い師。あなたの未来を見てみましょう。女王様、女王様にお会いしなさい。必ず道は開けるでしょう。こんなん出ましたけど。さっき女王様にお会いしたんだけどな。神殿に行きなさい。道は必ず開けるでしょう。こんなん出ましたけど。とりあえず、行ってみますか。おう、リーコであったか。心待ちにしておったぞえ。町の暮らしには慣れたかえ。好きなだけいるがいいぞえ。これ、何か変わったのかな？おう、もうこんな時間か。今日はとても楽しかったぞ。どうしたらいいんだろう？とりあえず、行けれそうなところ見つけるよ。聖域を犯す不届き者ね。己の傲慢さを恥じるがいい。追い出されちゃったね。先に進めれるのは、ここじゃなかったみたい。今度は東の滝の近くの洞窟に来たよ。石化してる人がいる。ここもこの人たちにどいてもらえないと進めないね。私はどこに行けばいいんだろう。とりあえず、ポートアに戻りますか。そういえば、ゼブンさんが。これは、魔物を麻痺させる力じゃ。人間に使うと眠ってしまう。次の町で役に立つじゃろう。って言って術を教えてくれてたんだっけ？家来の人にやったら眠ってしまうのかな。固まったね。あれ？女王様がいなくなっちゃった。これって先に進めれてるってこと？とりあえず、時間を潰してまた女王様のところに行ってみるよ。今度は女王様がいる。おう、リーコ。サブレ山の滝は知っていよう。その裏に洞窟がある。そこへ向かうがよい。菩提樹の笛を使わそう。うまく使うがよいぞえ。菩提樹の笛をゲットだぜ。これってさっき石化してた人に使うものなのかな？
気をつけてゆくのじゃぞえ。ってことで、さっきの洞窟に来たよ。女王様にもらった菩提樹の笛を使ったら、この石化した人たちが動けるようにならないかな。石になった人は元に戻りました。やっぱりね。この先が私が進むべきところなんだね。何があるんだろう。やれやれ、助かったよ。ときめきランプがここにあるって聞いてきたのにどこにもない。川向こうの洞窟を探してみるかな。私はとりあえず、先に進んでみよう。ここにも石化してる人が。赤花？どっかで聞いたような名前だな。さっき菩提樹の笛を使ってしまったから、赤花さんを助けることができないし。赤花さんには申し訳ないけど、先に進もう。宝箱発見。菩提樹の笛をゲットだぜ。これで赤花さんを戻すことができるね。石になった人は元に戻りました。ほう、あんたはあの時の、また世話になってしまったな。お礼にこれをやるよ。その代わり貸し借りはなしだぜ。じゃあな。三河氏の指輪をゲットだぜ。赤花さんって前にどこかで会ったっけ？赤花が落としたブロンズ像をリーコが拾ってあげたんじゃけど、リーコは覚えてないみたいじゃね。赤花さんを助けた後に洞窟の奥に行ったよ。そこで、水の剣をゲットだぜ。これで私もパワーアップだね。私はポートアに帰って占い師を訪ねたよ。ここより南草原の奥の湖で誰かが待っています。こんなん出ましたけど。それって、もしかして、門前払いされたところだよね？またあそこに行かなきゃいけないのか。ってことで、再びこんにちは。それは水の剣。おう、あなたが伝説の戦士なのか？待ちわびたぞ。さっき、追い出したじゃん。我が名はラーゲ。この菩提樹の守り主だ。私は100年間の間、あなたを待ち続けていました。水の玉を受け取ってください。ああ、これで安心して眠りにつける。さあ、菩提樹の中へ、名士屋様を、守ってください。水の玉をゲットだぜ。ラーゲが菩提樹の中へって言ってたよね。何気なくやったら、道ができちゃったよ。私は名士屋、リーコ。これはあなたへの伝言です。私たちは短い時間の中で、任務を果たさなければなりません。私は先にドラゴニアへ行くわ。早く追いついてきてください。私はドラゴニアへ行かなきゃいけないんだね。水の剣と水の玉を手に入れたリーコ。リーコは気づいとるんか知らんけど、強くなっていきおるね。リーコに世界が救えるのか？リーコの旅はまだ続くのである。